ままで水の中につける。ブーッとブー、2時間経ったらさっと引き上げ、手頃の大きさに引き裂く。あのね、2時間経ったらさっと引き上げ、手頃の大きさに引き裂くの。おせーの、バリバリ。直径5、6センチの棒状にする。形が悪い時にはタコ糸でキリッと巻き、ゆっくりと天火で焼く。奥様、奥様、はい、あれ、お味はいかがですか。まあ結構だわ、豚って殺された分だけ美味しいものね。うん、そこでお前はちょっと額のあるとこ見せんだよ。そしたらほら、どこだろう、ほらな、奥様、昔はね、豚は焼いてなんか食べたりしなかったんですよ。耳も、足も生のまんまで食べました。そこだ、ところが、広東の関東、関東の大火事の時に豚小屋が丸焼けになった。そうそうそう、豚小屋が丸焼けになっちゃったのね。子豚を飼っていた子供が泣きながら自分の子豚の死骸を抱いて教会へ行く途中で、手についた油を何気なく舐めてみると、これはうまい。ちょっと死体をほじくって食べてみると、またまたうまい。それ以来、子供は腹がすくと豚小屋に放火するようになっちゃった。子供の話を聞いて、あちこちで豚小屋に火をつけるやつが出てきた。おー、あ、いい匂いだ。町中に焼き豚の匂いが立ち込め始めた。とうとう大都市関東は豚の頭数分だけ火事になって廃墟になってしまった。つけ汁だな。つけ汁は玉ねぎ。とっついでも見に行きたいけど金もないし。酒よ、杉でしょ。わ、当てやってんじゃねえかな、お隣さんよ。お隣さん、毎晩頑張ってっからな、吸い込んでもらわないさ。あんた、あんたなんつってな。保証、酒か。どなたっけかな。あんた。あかねな。また始めたんじゃねえか、これ。また始めた。うん。あんた。巻き込まれちゃったよな。
壁が消えるとすぐこうだもんね、本当に。ずっと見えてなくてさ、他人同士で住んでたのにさ。ああやって重病人のふりしてっけどさ、案外俺たちのこと観察してたりしてな。俺たちが眠るの待ってさ、二人でズカ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 入ってきて、貯金通帳かなんか入った引き出しかけ回されたら、たまったもんじゃないもんな。大体ね、大体ね、挨拶の仕方も知らない奴とは一つ屋根の下で一緒に暮らすなって親父さんが言ってたんだよ。何が空飛ぶ円盤だよな。そんな得体の知れない空飛ぶ円盤なんぞにね、膝の高さフラフラ立てられないうちに、壁だよな、壁、壁直してもらわなくてさ、大家さんの声で交渉してこよう。あぶっ、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 熱まで打っちゃった。あぶっ、あぶっ、統一、しかも立方体であると、構造を伝える。
があるからして二人以上入ることなどできないわけだ。棒の数は式90ずつ360目。1年は365日であるからわずか5日の猶予が与えられる。官房すなわち不可視の立方体は出口のない密室であり、壁面には首の頭ほど手がかりもない。幽霊に生え男もよじ登ることができなかった。壁にだよ。その壁に番号を振った。壁一は壁二の過去であり、壁三の父である。壁二は壁一の鏡であり、新人の記憶の崩壊だった。壁さんは果たして小人の同士系足りうる影の都市壁4の細きに壁2を裏返し、エテル星座表に顔を何してるんですか。黙って勝手に他人の部屋に上がり込んだりして。お月様です。テーベルは本巣と言います。満ち欠けはしないようだが動きは不定です。ほら軌道は極めて不規則だ。何言ってんだよ、これただの帽子だよ。あのね、テーベでも本巣でもないよ、伊勢丹で買ったんだ。この名の起源は旅をするです。詳しくは沼を通って旅をする。ちょっといい加減やめてよね。何すんだよ、ここ俺の部屋だよ。すべては初めにあったようにあり、そしていつまでもあり続ける。むしろその下にべきだと付け加えるべきだろうが、あり続けるべきだ。ああ、壁なくなるともうこれだよな。勝手にいろんなやつが上がり込んでくるだからその壁を修理しにやってきたんですよ。なんだって。我々はね、この部屋と隣の部屋とを仕切っている。壁を元通りにしにやってきたんですよ。一体あんたたち何者なの。我々はただの修理係です。別に怪しいもんじゃありません。品川区役所五反田市長所の初めにあったようにあり、そして今でもあり続けるかの中の初めにあったようにし、そして今もあり続けさせる係から派
見されてやってきたんです。問題は壁がどの辺にあったかを正確に測ることだな。そう、それは単に居住者の記憶の問題ではないからね。少しでもずれるとその分だけ夜と昼の長さが狂って、二つの養生班は下宿人同士の好奇心の引力によって勝手にその壁の位置をだね、君あっち行ったりこっち行ったり変えてしまうんだ。こりゃ何年がかりの仕事になるかもしれんな。何年がかりだって冗談じゃないよ。あんたたちね、こうやって毎日上がり込まれてたらたまったもんじゃありませんよ。あの俺の本だとかすごったもんがあるんだから。まともかく今日のところは仮の壁を取り付けていこう。そう、明日もう一度来て詳しく測ってから見積もりを作らないといけないんですよ。工事はもしかしたら今年の秋頃になるかもしれませんね。今年の秋？はい。とりあえず仮の壁です。どこ？それです。これジャンポール・サルトル壁丸見えだよ。またげるよ。モテるよ。こんなもん壁だって言うの？こんなもん。おい、何言ってんの？不服そうだな。確かにな。このままじゃ帰れんの？帰れん。もう一度おっしゃっていただけます？あ、いいですよ。何度でも言ってあげますよ。え、こんなもんが壁だって言うの？こんなもんはね、吹けば簡単に倒れるよ。はい、よし。壁はまたなくなってしまいました。おい、バカみたい。いてスペアの壁を持ってきたんですが。おいや、死んで。医学的には生きてるようだが、演技としては死んでるのかもしれんな。どうする？構うことはねえさ、言われた通りに壁を置いていこう。あるルケイツの話か。裸だ。
いけねえ、また巻き込まれちゃうのかな。そうだ、俺見ないよ、見ない。わりかし順調、やや昇進、経験不足で臆病で正規短縮、金がない。見ないよ、見ないからね。あ、そうだ、溺れてる奴に巻き込まれたくなかったら川のそばへは近寄らないことだ。どこ行くのってさ、別にどこも行きやしないよ。ただちょっと、ただちょっと、どこ行くの。お前今日は遅番だろ。お店に行くまでまだ2時間以上もあるじゃないか。やだ。分かったよ、時間間違えてたんだよ。本当？だからお願いだから引っ込んでてくれよ。あの管理人に見つかるとうるさいんだよ。何しろほら母さんの分家賃払ってないだろ。どうしたの母さん、気持ちでも悪いのかい。深呼吸だよ。時々お前の匂いも嗅いどかなくちゃ忘れちまうからね。ん？お前最近クリーニング屋変えたね。間違いない、クリーニング屋変えたんだ。シャツの匂いがいつもと違う。いや、作業者遅くてダメなんだよ母さん。それにさ、コック見習いにとっちゃ値段も少し高いし。でもお前そんな大切なことお母さんに相談しないで一人で決めたのか。あ、分かった、店の女の子に表してるんだ。どうせ洗濯好きの女の子なんてね、武士に決まってんだ。お前に普通でクリーニングはやっぱり白洋さんがいいんだよ。ねえ、お願いだから引っ込んで田んぼ耕しててよ。種まきはもう終わったよ。それでもまだなんかすることあんだろ。あの肥やしやるとかさ、スズメ追っ払うとかさ。たった4畳半ポッチの中でそんなにすることあるわけないじゃないか。それともお前、私がこうやって顔出すのが迷惑だとでも言うのかい。約束じゃねえ。あれ、いやいや、決して顔出さないで田んぼ耕してるってことだったよ。なんだよ。だから連れてきてやったんだよ。でも母さん、お前の困った時はいつも助けてやったろ。ほら、この間だって履歴書の書き方が分かんないので代わりに書いてやったし、本当にもう偉い偉い。失敗だったよな。ん？やっぱりみんなと同じように老人愛護協会に引き取ってもらうんだったな。わわ、あそこならね、安楽死で始末してくれたはずだもんな。わあ、むごい。お前後悔してんだね。本当は愛しの老人協会から別の母さん安く買ってきて炊事洗濯させたいのに私がいるもんやからそれもできない。おやめろやめろ。ねえ母さん、お願いだから引っ込んでてよ。そうだ、用のある時俺の方から降りてくよ。いや、やだよ。いつでもお前はそうやって私を畳の下に閉じ込めて頭の上を16問キックで歩き回るんだからに。あ、でもね母さん、今日はあの管理人見回りに来るかもしれないよ。やつらね、俺のこと逮捕するって脅かしたんだぜ。もう騙されるもんか。お前、一服。一服だよ。近頃ちっとも虫干しさせてくんないね。母さん、だいぶカビが生えてきたよ。下宿の4畳半の畳の下に年老いた母親を一人飼って、朝から晩まで田を耕させ、こっち帰らなきゃ1週間でもほったらかしとく。いや、忘れてるわけじゃないんだよ母さん。あの写真誰だ。え、母さん見たんだよ、お前の定期入れの中に入っている女の子の写真。 あれ店のお客さんだよ。そう言っちゃうんだけど、買わなきゃみっともないからね。あれブスだよ、お前に似合わない理由だ。顔まずくたってね、あっちの方はいいんだからな。あっちの方だって、お前まさか。いや、まさか、まさか。不潔、不潔って冗談だよ母さん。本当に。うん、でもね、とってもいい子なんだ。取材一級なんだって。あら、お前心出し低いんだね。いくらいい子でもね、お前にはまだ早すぎますよ。そのうちお母さんがいい子と紹介したくんだから。お前も変なことすると母さんの口から塩を吐くからね。ワン、親子でこんな醜い争いするのやめて、また昔みたいに仲良くしようよ、ね。肉まんの早食い競争やった。11問肉まん食べて、転げ回って苦しんだ。お前のお腹をさすってあげたら、お前は目を細めて喜んでくれた。
あの肉まんの思い出どこ行ったんだ。また始まったよ。本当にあの子お前可愛かった。母さん、はい、早漏直すのに健康保険聞くだろうか。なんだって。早漏だよ、俺早漏なんだ。お前意味も分かんなきゃ言ってんだ。お前早漏ってどういうことか分かっちゃいないんだろう。家庭の医学に書いてあったよ、マザコンの男には早漏が多いんだってさ。いい加減によし。さあお母さんと声を添えて元気よく言ってもらなさい。親孝行尊敬出来合い友人和親母連不祥願風敗無愛王戦敬愛熱望尊敬遅くまで看病に勤めたり、一つよく母親に仕えて公用を怠ることなし、一つ母親来訪の際泣かぬばかりに喜び学友に母親の自慢する、一つ母親の外出には必ず後を追う、一つ父親は雷のごとく厳しく母親は蜜のごとくがまし、一つ母親には甘ゆるもなぜか父親をひどく嫌いて寄りつかず。壁どんどん増えてくよ母さん。壁が壁なんてどこにもありゃしないじゃないか。壁だよ、壁どんどん増えてくよ。ただ母さんには見えないだけなんだよ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめの上もう一度ダイヤルするか、番号案内係にお尋ねください。転居先不明、宛てどころに尋ね当たりません。品川郵便局、転居先不明、宛てどころに尋ね当たりません。品川郵便局。
ただいまから0時57分20秒をお知らせします。ただいまから0時57分30秒をお知らせします。あ、もしもし、はい、私ですけど、はい、もしもあの出口さんに関する情報なんですが、マンホールの蓋を見るとムラムラっとなるらしいですね。で、まあ町中のあちこちのマンホールの蓋を夜中にこっそり抜け出しては盗んでくるようになったと言ってるんですよ。私も一度見せてもらったんですけど、何しろ部屋中がマンホールの蓋だらけでね、はい、出口さんが言うには空飛ぶマンホールの蓋について研究しているんだなんて言ってるんですけど、はい、でまあその蓋の中の一つを持ち上げてみたら中には真っ暗な空洞ができちゃって、純粋理性批判っていう感じなんですよ。マンホールになっちゃってるわけなんですね。で懐中電灯で中を照らしてみますと、あの手にご注文を持った金眼の眼鏡をかけた修学旅行の一団がいて、あの先生が出口なんて天候を取ってるわけなんですよ。でもあの出口さんは全然気にもしてないんですね。平気なんですよ。あの鉱石ラジオの雑音かなんかを気にしながらマンホールの蓋ばっかり磨いていて返事をしようともしないんです。これは秘密厳守ということでよろしくお願いします。はい。スミコ、30分待ちぼうけ。頭きた、先に行く。スミコ、30分待ちぼうけ。頭きた、先に行く。部屋になってるんですけど、なんか中学生ぐらいの男の子が下宿してたんです。私も見たことあるんですけどね、割とがっちりした体格の子でね、名前は確かあの出口くんって言ったと思うんですけどもね、その出口くんがね、全国少年野球大会っていうんですか、それにね五反田代表チームで出場しましてね、4回の裏にレフトを守ってたらなんかフライが飛んできたらしいんですね。で出口くんはオーライ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 なんてねバックしてたんですけども、フライはどんどん伸びちゃって出口くんもどこまでも追っかけていくことになってしまったって。あのアトランティス大陸知ってます？あれね、なんか人によってはなんかジブラルタル海峡の北にあったっていう説やね、ピレネー半島に近接していたっていう説、それからアフリカ大陸を囲む大西洋の一部だったっていう説なんていろいろあるみたいですけど、詳しくてよくわかんないですけどともかくね出口君がレフトフライをキャッチした場所はあまりにも球場から離れすぎてたんで、彼はアウトアウトって自分で叫びながらねタクシーに乗って帰ってきたそうです。ところがね、その時はもう球場は取り壊しになってて、チームメイトはみんな大人になってしまってた。レフトフライを打った子は証券会社の取引課長で2人の子供の父親ですから、ピッチャーだった子はね、ラメシ側の職人になってガタガタ行っちまったって言うんですよ。いや、出口君はね、自分がレフトフライを打ったっていうことを認識して、スリーアウトチェンジだっていうことが分かるんですよ。誰かが連休を遊戯の終わり行ってしまうのね、最後の言葉、世界の果て。I'm gonna make you mine.
アーメン、アーメン、アーメンが降る。プールに浮かんでいるのは私の死体、行き過ぎよ、行き過ぎよ。死体は腐るから汚いけど、お骨なら清潔でいいでしょ。寝台の枕の下にでも入れて眠るといいわ。きっといい夢が見られる。いい夢。三ドミンゴでの二度目の結婚式の時の、うん、いいよ、すんごくいい。ちょっとそのアップもらおう。そうね、グッと顎引いてね。綺麗だ、綺麗だよ。はい、続けて。いい夢。そう、サンドミンゴでの二度目の結婚式の時の夢。あの時私は生まれて初めてタンを踊ったわ。それも裸足で。私には花嫁衣装があった。あなたには墓穴があった。あなたの墓穴はとても清潔だったけれど、私の花嫁衣装には血がべった。行き過ぎよ、影。続けて、続けて。二人きりになるとあなたはタバコ臭い口を近づけてよく言ったの。その後の言葉うまく言えないわ。カット。どうしたの、え？難しいセリフじゃないでしょうに。ほら、なんていいケツだ、なんていいケツだ。言ってごらん。汚いわ。もっと綺麗な言い回しはないの？それがね、リアリティっていうもんだからね。尻、ヒップ、デン。やっぱりそこはね、ケツといかないと死んだ男の性格が出ないんだな。ね、言ってごらん。馬のようなケツだって。いや。じゃあね、花をくわえたケツっていうの。一体いつまで続けさせるつもりなの？バカバカしいわ。フィルムも入ってないのに。何言うんだ。もうたくさんよ。空っぽのカメラじゃスタンバーグだって何も撮れやしないわ。ちょっとほら、お願いだからさ、そんなこと言わないで続けてよね。今日のラストカットにしよう。アップで決めておきたい。どうして、どうしてアップで決めておきたいの？何言うんだ、ヒロイン。ヒロインはね、いつも物語を欲しがってるんだ。ところが物語ってやつは大抵行き止まりなんだ。鏡のように見えるが実は壁だ。ヒロインはそこに自分の顔を映す。映っていない顔だ。だがほら、見てごらん。その美しい顔がだんだん本当に見え始めてくるんだ。嘘よ。どうしてフィルムの入ってないカメラの前で同じ演技を続けてると映っていない顔が見え始めるの？子供だましたわ。私には分かっている。行き過ぎよ、影。行き過ぎよ、影って。同じセリフを言い続けているうちに私は忘れていた記憶を思い出すかもしれないからなんだわ。何が鉄路の情熱よ。ほら、こんなにたくさんの素人のエキストラまで雇って。ねえ、ちょっとあなた、その格好で1日いくらもらうの？もう君に押さないか。私は知ってるの。あ、ちょっと、おい。これが映画鉄路の情熱の撮影なんかじゃなくて、テレビのニュースショーの撮影だってことね。10年間同じ役を演じ続けている記憶喪失症の女、
映画から実生活に帰ることができなくなってしまった気違い女の衝撃のドキュメント。さぞかしいい視聴率を稼げることでしょうよ。でも残念ながらあなたたちの撮りたい女はここにはいないの。古い映画の中にしかいないのよ。では今夜忘れずに窓を見てちょうだい。木の窓が半分開いていたら明かりが漏れるから、そうしたら酔ってちょうだい。あなたの上着を取りにね。ちゃんとアイロンをかけておいたわ。死人だって身なりぐらいはきちんとしなきゃね。でも窓が閉まっていたらその時はダメ。うちの人が帰ってきている印。その時は一人で月を見ながらおとなしく帰るのよ、ペンシュラー。ああ、だけど何か飲み物をいっぱいちょうだい。君ね、そのセリフはシーンが違うだろう。ほら、君はまだね、なんていい決断だって言ってないんだからね。いやよ。君、あなたの売名のために記憶喪失のふりをし続けるなんてもう真っ平よ。いや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 。だってさ、安子もね、僕はね、君のね、戸籍上の亭主じゃないか。ああ、カット。まあまあね、でもね、午後のリハーサルの方がまた良かったよ。監督、でもね、この後ですね、あの僕がね、この後彼女に、じゃあ君は記憶を取り戻したのに戸籍上の亭主の僕を忘れてしまったのかって駆け寄るでしょ、うん、そうすると彼女がごまめの歯ぎしりって言って僕のこと突き飛ばして、そこでカットだったの、うん、いいないいな、そんなことはね、編集でどうにでもなる。よっ、休憩だ、早飯。はい。休憩です。控室の方へどうぞ。また控室のシーンの撮り直し。いや、あの、早飯なんだそうです。早飯なんだそうですってのがあなたのセリフなのね。そこで私はまたうっとりと映画の中へ戻って、古い都に雨が。人は時々セリフを忘れる。行き過ぎよ影。笛なんかじゃなくて、あの方の骨なの。はあ、私のおてんしゅら、私のおてんしゅら、私のおてんしゅら。はい、カット。お疲れ様です。控室の方に次の一番が79。皆さん、いや、あのここはね、ここはね、私たちの部屋なんですけどもね。ひどい福島なまりだね、ほんと。このセリフ何ページだっけ。いや、あのだから、こんな風に無断で上がり込まれるとね。君たち、なんだその格好。これ来て、あのだから、迷惑だっつってんですけどもね。分かったよね。あのね、彼女は過去を守るために殺人を犯し、その死体を封じ込めた洋服ダンスの前で昔の栄光を知る男とタンゴを、そのシーンを10度繰り返しているうちに失った記憶を取り戻すって言われた。いや、それ行くんじゃの。私は一体どうなるんですか。君、君はね、ほら、この洋服ダンスの中の死体の役なんだよ。俺がこのタンスの中の死体、どうやって反応なとこ。そう、生きている死体だよ。
ふらっと出て行って、それっきり帰ってこなければいいの。買い物かごを持ったまま、会社の書類の入ったカバンを持ったまま、いつもと全く変わりない表情で、角のタバコ屋に週刊誌でも買いに行くように、後ろ手でドアを閉めて、日曜日でもないのにみんなで連れ立って、ポカポカ暖かい日差しの中で歩きながら水蒸気になって立ち上って消えていく、笑って手をつないで、後ろ姿のまま水蒸気になって立ち上って消えていく、みんなが行ってしまったら私は一人でタバコを吸う、私は出口、あなたの出口、東京地図の尋ね人、鉄道郵便局の受取人不明の郵便物の中に隠れている、誰も私の名前を知らない、みんなせかせか急いでる、みんな私の横をすり抜けていく、壁と壁の間を行ったり来たり、毎日同じ繰り返し、毎日同じ繰り返し、お兄さんこちら手のなる方へ。Thank you.
休みのところ誠に申し訳ございません。私保健所から来たんですけど。保健所？はい。保健所なんだってこんなとこ入ってきたんだよ。いらなくなったお年寄りいないかと思いまして。定年過ぎてもう用済みのお父っつぁん、無収入で厄介者のお父っつぁん、ズバリございますでしょ。お前人間ちり紙交換だろ。いいえ、私はね、バラ色の街角からあなたのお父さんを買い取りに来たもんなんです。親父買い取りに？はい。金で買うの？いいえ。おい、書物と交換させていただくんです。おい見ろ、やっぱりちり紙交換だろ。ただのちり紙に見えますか、これが。フリニウスの博物誌とか、サルバートレスの都市の秩序などとお提供しますです。保健所にしたお前、学があるね。私、早稲田予備校出ましたもんね。残念だけどね、はい、俺には親父はいないんだよ。それにさ、そんな難しい本もらっても読む暇もないの。帰ってくれよ。たとえお父さんはいなくとも、おっかさん、急にそんな力まないでよ。おっかさんはあるでしょう、おっかさん。おっかさん、メンスの上がったおっかさん、足でまといで口うるさいのが1枚、2枚、2枚ございますでしょう。あるよ、確かにある。ソポクレスのオイデプス全訳一冊、あるいは家庭の医学か結婚のすべてなどとお取り返しますです。いかがなもんでしょう。ウラン、まだ使える。まだ使える。どうやって、どうやって使えるっていうの、あんな馬面の白髪ババア。そうそう、あんな顔じゃね、春を売らせることだってできやしませんよ。もう冬だ、絶望だ、粗大ゴミです。あれでも俺のおっかさんなの。うわ、今時流行んないな、親孝行なんか。家出のすめを読みなさい。だいたいね、あのばあさんのいるおかげで私たちいつまで経っても結婚できないでしょ。そう早いとこ保健所に引き取ってもらった方がね。いや、もしどうしても必要でしたら、あなた生活保護法で若くて新しいチャーミングなお母さんを支給していただくことだってできるんだ。ねえ、そうしなさい。お母さん売ってそのお金で引き上げましょう。結婚式。うらん、絶対にうらんよ。あのよ、保健所に連れて行かれて檻に閉じ込められて順番に注射打たれて殺されるなんてよ、そんなひどいこと誰ができるんだよ。結婚しましょう。帰るよ。ね、帰ってくれよ。当保健所は清潔第一を設けて。帰ってくれよ。結婚しよう。檻に入れてないこと、残酷なことはいたしませんので、何分ともその辺はご了承。帰るよ。帰ってよ。結婚しよう。結婚。結婚。よく眠っているようだね。はい、お薬が効いているようです。そうか、それはよかった。やはりヘッケル博士の夫婦遊戯療法というのが効果を挙げたようだな。本人は先生を本当の夫だと信じているようですわ。さよう、あれ以来ずっとだ。あれ以来、そう、私が空飛ぶ円盤を見つけてやって以来だ。何しろ本人は自分だけが異星人と交信できると思っておるんだよ。まあ、異星人と交信だなんて。何しろな、彼女の友達というのは金星にしか住んでおらんのだ。わかるような気がしますわ。うん？どうして？だってこの方ブスですもの。君そんなひどい。この方ブスです。おへちゃで、おかちめんこで、おこぜですわ。ブス。君、それはいくらなんでもオーバーすぎるよ。形容詞の使いすぎだ。ただちょっと。ただちょっとなんですか？いや、他の女の人に醜いというだけのことじゃないか。ほら、やっぱり言った。いや、実はこの人はとってもかわいそうな人なんだ。いまだに自分の名前を思い出すこともできない。こうして私を夫だと思い込むことを生きがいにしとるんだよ。おはよう。おはよう。でやろうなんて無理な話なの。だから脇役なんだ。もう少しうまくやったら主役になれるさ。ところで先生、新入りの患者のことですけど。おう、
あの見習いのコックか。あの方も個室に移した方がいいと思いますわ。最近おかしいんですの。ん？おかしい？壁がどうしたこうした言いながら看護不良に迷い込んできたり、まあ便所の戸開けっぱなしにして用を足したりするんです。そうか。よし、では明日早速消毒用の噴霧器で徹底的に飲みさらってやろう。ところで、君、ここじゃ嫌。ここじゃ嫌。よし、じゃあ手術しに行こうか。呆れた。消毒用の噴霧器で脳みそを洗わせてやるだなんて、うちの息子にそんなことしたら口から火を吐いて火事出しちゃうんだ。大丈夫よ、お母さん。あら、私がついてるから。あ、ちょっと、あんた一体誰なの？私。お、ぶりっ子。これ、何書いてんの？臨床カルテよ。院長先生が解放治療の方針なもんだから、患者が医者や看護婦の役を演じたがって困ってしまうの。解放治療？うん、見てたでしょ。さっきだっておかしいのが3人ここでお医者さんごっこしてたの。あれ、違いなの？あれ、うん、そうなの。院長先生の方針はね、患者に遊戯の規則を作らせることなの。例えばさ、あの黒眼鏡かけたあの男、あの男、奥さんに逃げられて頭がおかしくなったの。でも奥さんが欲しくてたまらないの。しかも美人の奥さんだってさ、他の男に取られるって心配があるじゃない。だから私みたいに朝だらけの女を女房にして患者にしてさ、いつもお医者さんごっこしていないと不安でしょうがないの。でも治療のためには何でも受け入れてやることが必要だって院長先生いつもおっしゃってた。君、少しくらいのことは我慢しなさいって。大変なものね、看護婦の仕事も。うん、好きでなったからね。いや、それにしてもさ、その解放治療、それやられると誰が医者で誰が患者か頼んだ見分けがつかなくなってしまうね。だからこうして毎日カルテつけてるってわけなの。あ、そうか。私は、また愛と死を見つめての続編でも書いてるのかなって思っちゃった。あ、お母さん。はい。誰か来た。また、うちの息子をくれぐれも守ってくださいね。大丈夫よ、困ったことがあったら大きな声で私呼んで。いいの？うん。でもどうやって？合言葉する？合言葉？うん、はい。犬が水蒸気になり飛行船が燃える、シナの女が袋を叩くと飛び出すネズミがたった一匹。あの、もっと簡単なのな。いい、もっと分かりやすいの。じゃあね、はい、飛び出すネズミがたった一匹、これじゃどう？うん、分かった。飛び出すネズミがたった一匹だね。その時、ビルのネズミが品川区東の団体12で死んでいた。
同じ日の夕方。同じ日の夕方。同じ日の夕方。寝ろよ。寝ろったら。もう何年になったろうか。何が？ここにいられてからさ。わかんねえな。俺は数えたこともないし、俺が生まれる前からずっと入ってるような気もするし、つい昨日だったような気もするしな。426号独房か。二人入ってんだ独房ってことはねえだろ。俺は独房の壁をダイヤモンドのように光り輝く泥で汚す。そう、センチメンタルになるなって。よん、また握らせてやろうか。何を？俺の金玉。熱い火の棒になってんだ。やめてくれ、俺にはもうそんな時間がないんだよ。時間がない。ああ、一日も早くこんなとこから出てきてんで、俺はもうくたびれちまったんだよ。みんなが言ってしまったら。武家地で歌った。武家地。ここはまだどこでもないさ。ホテルだと思ってたらいつの間にかボーイが消えた。部屋のキーは初めからそんなもんありゃしなかったんだ。お前はまだ誰でもなかった。俺もまだ誰でもなかった。石の壁には日が当たってた。死ぬと名前と住所がもらえるってムーア人のばあさんが言ってた。おい、カラスだ。身長1メートル72、体重73キロ、重な毒あり、艶のない顔色、左頬下2センチの傷、日付の入れ墨ある。また仲間が増えるらしいな。関係ないな。よう、うん、さすってくれよ。ドアだな、お前が住んでたアパートの出口だよ。出口を書いてんだよ。どうせね、また監視が見回りにやってきて消していっちまうんだよ。こないだ描いた下手くそな鳥の絵みたいに。心配すんなよな。だんだん早く描けるなってきたんだ。今度はな、うん、見回りが来る前に描き上げてやるんだよ。お前重てえな。俺続き描きてんだから、ちょっと向こう行ってくれな。大体ね、そんな壁に出口の絵を描いたところでよ、その扉が本当に開くわけじゃあるまし。え、
前そっから逃げられたとでも思ってんのかい。だからな。だからなんだよ。出口だけじゃなくてここから出て俺も吐けばいいんだよ。そうすりゃな、抜け殻はここに残しておいて本当の俺は出ていけるってわけよ。この野郎。なんだよ。おめえ自分一人だけ逃げようってのかよ。俺たちのこと遊びだったっつうのかよ。そういうわけじゃないんだがよ。たら二人かけよ。俺も一緒に頼んだよ。そんなことしたら倍時間かかっちまうんだよ。だちょっとだけだっていいじゃねえかよ。ちょっとだけ。だ例えばよ、このドアの外に体のほとんどが出ちゃってて、こっち側に足の半分残ってるところとかよ、しみったらいいじゃねえかよ。あ、足だけか。あ、いいよ、分かったよ。お前帰ってやれよな。ちょっと足にしてよ。バカお前、監視の店だったらどうしたの。本当に開いたのか信じられないな、これ。いい風だな、音楽見てたら。どれにも聞かせてくれ。麻薬違法、少女移動、小切手刺し、イカサバトラ、銃痕、脱走、家族一、官名詐称、無銭飲食、強姦、ガス雇用、談笑、不老、婚約破棄、動物虐待、そして何もしない罪。新しい鍵かけやん。心配すんね。今度はな、鍵の絵を描けばいいんだろ。ああ、鍵の形わかんねえよ。鍵の形どうなったんだろ。焦るなよ。また仕入りが入ってくるやで。そんな一人でドア開くもんだ。こんな格好で外出るなんてよ、バカだな。そんなこと気にしてる場合じゃねえんだよ。
ろしいですよ。いいのかな。はい、行きますよ。エクストラオーディション、よーい、シュン。誰かがセリフを忘れるたび、世界がまた崩れかかる。犬の目の活動写真、影なき男の影を踏んで、哀れマリーの運命は煙となって立ち上る。地球を今すぐ止めてくれ。私はゆっくり映画を見たい。北品川の犯罪橋、中村ギャバンの探偵が事件のヒントを嗅ぎ当てた。誘拐されたセーラー服の2年 A 組花蘭子、クズフィルムで縛られ、映画の闇捨てられた。行き過ぎよう影、世界は私の予告編。行き過ぎよう影、上海キネマの幻、私はあなたの名付け親。あかんと、かわいい、そのプリティー取ったさ、泣きにしてよ。こちら、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 はい、おかわり、こちら、はい、どうも、おかわり、どうも、おかわり、どうも、心配しなくていいのよ。あのカメラはただの小道具、フィルムなんか入ってはしないんだから。でも、もう一つのカメラがどっかで。もう一つのカメラはどこか。確かに設定ではそうなっているわね。設定では20年前のメロドラマ鉄路の情熱の撮影シーンの再現、そしてそのセリフを言っているうちに次第に記憶を回復していく私、その私を隠し撮りしようとするもう一台のテレビカメラ。テレビカメラ、大丈夫。テレビカメラなんて本当は来てはしないんだから。俺たちのやテレビカメラ来てるの、ないの。人生は映画よ、テレビなんかじゃないわ。あらあら、コルシカの水夫の葬式の花はいかん。縁起でもない、映画の中にまで葬式の花を売りに来るなんて。花花、ジブラルタルの歌い手の葬式の花はいかが。ここであなたはピシャリと窓を閉めて言うの。崩れて衰えて恨みを。いや、でも窓なんてどこに。なくとも閉めるのよ、それがドラマのものです。ない窓閉める。花花、北ホテルのボクサーの葬式の花はいかが。早くしないと死神が入ってきてしまうわ。気がなんて気が利かないんでしょうね。ほらほら、ピシャリ、窓を閉め。そしてあなたはびっくりしてない窓に駆け寄るの。ない窓に駆け寄るの。どうやって。クズ、ちんたち。思い浮かばないセリフを言いながらない窓に駆け寄る。そして私がまだ言っていない言葉にうなずくの。言ってない言葉にうなずくの。ねえ、今の花売りに何か気がつかなかった。いや、あの花売りのエキストラね、この病院の看護婦と二役なの。この病院の。しー、今に分かるわよ。台本によるとここで看護婦が入ってきて私の脈を取る。
してインターンを演じているうだつの上がらない大部屋さんが入ってきて言うんだ。院長先生、何か変わったことはありませんでしたか。でね、院長先生、何か変わったことはありませんでしたか。大丈夫だ。セリフさえ言わせておけば凶暴性はないよ。君、脈を。今撮影中の映画は。映画？残念ですけれど、これは映画ごっこを取り入れた遊戯療法ですの。一人の患者を救うためにはこれだけたくさんの人間の協力が必要なんだわ。でも大丈夫、もうだいぶ治っている。どうですか。じゃあこの人は。気違いなの、お気の毒に。気違い。この方、自分が往年の大スターだという妄想に取りつかれてしまって、自分の名前さえ忘れてしまった。そこで私と先生とで相談の結果。あんた、ねえ、ほら見てこの人、四号室の人であら。あ、体温計持ってた。そこで私と先生とで相談の結果、彼女の妄想を実現して。あの人使いの荒い奥さん、元気ですか。彼女も患者だ。君たち、だから言ったろ、衣装をもらったら早くセリフを覚えろって。セリフだってね、台本はどこなの。台本は早く覚えないと患者扱いされちゃいますよ。何すんだよ。あっ、その台本つるのどこにあんだよ。そんなこと私は作者じゃないしね。ちょっと苦しいって。あっ、そんなことね、私は作者じゃないし、苦しいって。これ全部セリフなんですよ。ちょっと教えてよ。え、俺たちは一体どういう役なんですか。だからさ、彼女の前身、つまりスターになる前の過去を知っている男、そのために彼女に殺される中華料理の見習いコックの役なんだよ。確かに俺は中華料理の見習いコックだよ。俺だってそうだよ。だけどね、俺は殺されるなんて嫌だからな。本当に殺されるわけじゃないんだから。そう、これはね、ただの映画だ。しかも狂った彼女を救うための治療法なんだ。嫌だよ、俺は嘘だって殺されるの嫌だからな。分かってんのか、俺嫌だよ。嘘だって殺されるの嫌だ。何すんだよ、俺嫌だよ。俺嘘だって殺されるの嫌だ。気をつけろ。明かりはつけないで。暗い方が何もかもよく見えますわ。せっかくですけれど、私これから舞踏会に行かなければなりませんの。タンゴ、そう、習いたてのタンゴをあの方と踊るためにね。それにあなたがお探しのあの女はもう死んでしまいましたわ。血で汚れたシーツも洗ってしまった。オッテンシュラーグの船が出た後ですぐにね。だからあなたがご存知のあの引き上げ船の出戻り女、半端の飯炊き女はもうここにはおりません。崩れて衰えて恨みを、あなたがお尋ねの事実は生もの、すぐに腐るわ。だから事実には身につける優しい色の肌着が必要なの。事実はすぐに風邪をひく。事実は身も口も軽く灰のように飛び回り、安いお金に身を売って呼びもしないのに迷い込んでくる。よい、死んだ。
ダメだ。俺はまだ死んでるんだ。あ、そうかい。私はまだ寝てんのかと思ったよ。わっ、うん、主任に話しかけないでくれ。どうでもいいけど、お前今日お店早番じゃないのかい。確かそうだよ。だって昨日遅番だったもん。母さん、俺はね、今映画の中にいるんだよ。他人の夢の中で撃たれてうっとりと死んでるんだから。うっとり死んでる。だって一体誰の夢の中で。元映画スター影山影子だよ。知らないね、そんな女優。もう20年もの間ね、鉄路の情熱ってメロドラマに閉じこもったままなんだ。だいたい自分の夢で人様の子供を殺すなんてろくでもないのに決まってますよ。僕はただの事実に過ぎないんだ。あ、何やって。世界は一夜の映画だ。あ、お前ガス代まだ払ってないんだろう。今日集金人が来て何べんもノックしてたよ。事実は死んだんだ。なんて性ある女に引っかかってからに。でもね、母さん、とっても綺麗な人だったよ。母さんと同い年って言ってたけど、とてもそうは思えなかったな。ムカッとする。しかしグッとこらえ。そうかい。俺さ、俺あんな人だったらね、何度殺されたっていいのは言い気もしちゃったもんな。バッ、うっ。母さん何度も言ったろ、他人の夢を使用するときは必ず使用上の注意をよく読みなさいって。でも別に副作用なかったよ。副作用なくたって死んじまったじゃないか。かわいそう、その若さで。それも人様の夢の中で死んでしまうなんて。お父さんが言ってたら何て言った。母さん、もう我慢できねえ。母さん、どこだ、どこにいるんだ。お前黙ってその女、母さんして叩き撃ってあげる。そんな無理だよ。人様に夢見られるってのはね、こっちの都合じゃどうにもならないことなんだよ。よくもまあ前を打ってたのに、ひでえ夢見やがったからに。このこれは大事なご時代がね。それよ、お前の母さん、ねえ、目立ちすぎるよ。見つかったらどうするんだよ。ここからは私の夢だ。なんだって。夢には夢をだよ。母さん、お前を眠ってしまったんだ。ここにあるものは全て私の夢だ。夢の中で何したって文句言われないからね。さあ、よく見てごらん。そんなことしてた畳が。あんな父さんの言い分さ、先手しそうよ。夢にやる前に夢にいるんだ。ああ、畳ボロボロだよ。たった二つも話しかないけど、ここだけは私たちのもんだから、人様に文句言われる筋はないんだ。すごいよ、母さん。豊作だよ、母さん。すごいだよ。私一人でやったんだ。畑の真ん中にはお墓もあるだろう。お墓の前の黄色いのはお前が子供の頃に好きだった菜の花だ。よく見てごらん、あの菜の花は全部母さんの白髪で編んだ造花だ。だから決して枯れることはないんだ。これ全部かい。これ全部母さんが一人で夢見たのかい。そうだよ。ほら、真ん中に小さな茅葺きの家が一軒、畑の中の道はどこ通っても必ず我が家へ帰るようになって。総力だよ。お前は叱られて風呂敷の罪を持って夕暮れになるとあの道を通ってあたしのもとへ帰ってくる。あんた一体誰なんだ。私の知らない人だ。私はこんな人を夢に見なかった。このバカな壁が消えたはずの壁が。信じられない。今頃になってまだ壁だなんて。
これ私の夢じゃない。三人様だ。何の抵抗もなく抜けちゃったんですよ。何の抵抗もなくね。いやもちろん私もね、そんなことあるわけがないと思って、だから何遍も何遍もテストしてみたの。だからね、コンクリートの壁だけじゃなくて、ブロックの壁とかベニヤの壁、漆喰の壁、ところがさ、どれもこれも本当スーッとこう抜けちゃうんですよね。君、夜はよく眠れるのか。夜ですか。ええ、横になるとすぐ大響きです。便通はこれぐらいのが出ますか。頭痛はありません。食欲はもりもりです。どうなんでしょう。重症だな。重症、専門医に相談することにしような。やっぱりな、俺もおかしいと思ってたんだよな。重症なんてな、俺が重症なわけないじゃないわな。今日はこれぐらいしとこうか。だいたいね、壁はなぜあるのか、それはね、こうやってどこにもこう逃げ出さないため。だけどさ、いつまでも同じとこ閉じこもってるわけにもいかないもんな。支度しろお前、早くら汽車に乗り遅れちゃうよ。近寄るなよ。そっから近づかないでくれよ。どうするの。お前この壁見えないのかよ。壁ってどこ。危ないよ。そっか、そういうことかわ。えお前もやっぱり何、自分の壁作っちゃったわけ。紙面に壁張って一つの箱作って、その中にすっぽり隠れてよつい込んだんだわけ。箱の大きさ分だけに気苦労とか悩み区切って、その中でひっそり隠れて暮らそうったってね、そう簡単にいかないんだよ。分かってんの。はあ、本当にもう。お前やっぱり出てくのか。ああ、汽車でか。だから一緒に行こうよ。駅から出る汽車に乗っても自由なんていうとこに着くことできないっておふくろ言ってたよ。何言ってんのお前、自由。そんなものお前ね、壁に閉じ込められたやつの妄想っていうのは、大体俺ね、自由なんか見たことないもんね。自由ってなんかデパートとか売ってるわけ、よいしょっつって、そこから世界地図なんか載ってるわけ。俺はね、もう勝手に好きなところ行くさ。もうどこ行ったって壁はあるよ。構いやしないさ。言っとくけどね、俺は壁抜け男なんだよ。どこだってこうズカ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 入ってくんだから。例えばな、銀行の金庫の中だってね、ほいっと、それからほら、戦闘の女湯だって入るんだぜ。ほいっと。あら、すぐ捕まるさ。だからね、豚箱の鉄格子の壁だって、せーの、ほいっと。あら、こんなとこネズミがいるよ。ネズミが。うん。あらら、あら、
ないっぱいのやつがいる。こいつらな、みんな外へ出て群れをなして死んだんだ。ああ、そういえば昨日の夕方も品川駅で死んだネズミがいっぱい入った箱を運んでる駅を見た。ネズミたちはな、壁沿いにずらーっと一列に並んで死んでたそうだ。収容所の恐怖は何も第二次世界大戦の時ばかりじゃありません、なんつって駅長さんが言ってた。太陽の黒点が大きくなるとな、ネズミたちはアパートを出てどっかへ向かってゆっくりと歩き出すんだ。集団蒸発、それがレミングだって。ネズミたちはな、朝になると知らんぷりして町外れの溝に沿って工事を置いてかける。膨れ上がったり、血の泡を口の周りにくっつけたり、髭をピーンと出したまま硬直したりしながら、ネクタイ締めてカバン持って、例外、禁止、矛盾、拘束、なんちゅう壁の間くぐり抜けてね、時々立ち止まり、不安になって辺りを見回し、飲みを撒き散らしながら、実は大量の黒点、そう、無限の空洞へ向かってゆっくりと歩き始めるんだ。そしてな、歩きながら水蒸気になって立ち上って消えていく。でもさ、見ろよこの広さ、起きてみつ、寝てみつ、部屋の広さかな。だよな、この辺は間仕切りにしてな、この辺の額にはな、ラーメン代をもう卓等の額でもかけて、待て待て待て、ここな、畑にすることだってできるんだぜ。麦でも巻いてさ、俺の麦がお隣さんの台所までずっと真っ青になって伸びてくんだ。いいだろうな。そしてな、ベッドはこの辺に置くんだね。今度はね、折りたたみ式をやめて特大のフランスベッドを丸いのゲップで買って、それは三松食堂のひろみちゃんでも連れ込んだな。俺はな、俺はここにな、徹底的に踏みとどまってる。壁がない俺はさ、こっから出てくことも、ここに残ることも結局同じことなんだよな。だけどさ、あんた方は違うんだよな。壁なしじゃやっていけない。あんた方はさ、こっから出たつもりでも結局はまた別の壁の中に入っていくだけのことなんだよな。怖がっちゃいけないよ、期待してんでしょ。なんかこのまま終わるなんて思ってないよな。天井差し木の周波数なんだ、ドアに全部板をつけてな、あんた方の大好きな密室作ってあげようじゃないの。な、期待してんでしょ。完全あんたの完全密室だよな。あららら、本当やり始めだったよ。期待してんでしょ。